はい、こんにちは、なべです。よろしくお願いします。今日は、デートのアクティブデート第2弾みたいなので、少し前回、クールな感じのイメージでやったので、今回はそれよりも甘めな感じでやっていきたいと思います。まあデートアレンジっていうか、まあアクティブってまあちょっとつけてるんですけど、まあ、普通に巻き下ろしのスタイルとかでデートでも全然いいと思うんですけど、お外でデートとかだとやっぱ風が強かったりだとか、シチュエーションによっては海の方行ったりとかもあると思うので、その時に髪が崩れたりとかで気を使ったりしなくて済むように、ちょっとそういうアレンジを取り入れてもいいんじゃないかなっていうイメージでこのシチュエーションにしてみました。で、早速やっていきたいと思うんですけど、まあベースに、ミックスで巻いてあります。で、軽くスプレー系のワックスでアレンジしやすいコンディションを作っていきます。で、だいたい頭の鉢植えら辺からちょっと斜め下に向かって髪を取って、ここをゴムで結びます。引き出す。で、前回もお話したかもしれないんですけど、まあ、引き出してこうバランスを崩してバランスを整えていくっていう時に、まあ、頭の形を補正してあげるイメージで引き出してあげるとすごくやりやすいんじゃないかなっていうのと、まあ奥行き、ちょっと毛束に奥行きをつけてメリハリをつけていってあげるとやりやすいかなと思います。で、そこからこのサイドの髪ね、サイドの髪をねじって持っていきます。